13時気づいたら過ぎちゃってたけど、また告知がある時しますね。水曜日になったらまたお話し会の受付始まるので、そう気づいたら受付終了しちゃってて、ああすいませんって感じで、わっ I love you 浜地さん、 I love you だよ、ありがとう、お疲れ様、今日も今日仕事休みやったから、うわーいいねいいねいいね、私は今日はもうヘッドヘッドだった、なんかいっぱい寝た、なんだかかんだがいっぱい寝てた気がする、ヘッドヘッドだったみたい。でも昨日はねすごい早く寝ましたよ、始まって1時間後には寝てた、そうなんだかかんだかなんだかんだでね、ありがとうありがとう、ハートもありがとう、嬉しい、いっぱい寝たよ本当に。今このね、もうさあのオンラインにまた戻っちゃったけど実在してますからね私は、ハートありがとう、嬉しい、道後温泉いいね、私も一回行ったことがあるよ道後温泉ね、私もまあもう皆さんにお会いしたいし、物販がもうすごく楽しくてすごくすごく楽しかったので、またねお会いできるように頑張る、頑張ります、お、ゆうかちゃんパワーでお疲れ様、お疲れ、お、いいじゃん一緒に歌おうよ、ハートありがとう、あーハートありがとう、嬉しい、ありがとう、今日も薄々メイクだからさ、私ねメイクでねアイラインっていう工程をすぐ忘れちゃうの、虹色の星じゃなくて流れ星ありがとう、え、なにこれ、スズラン、こんな私合ってるお花なのね、かわいいお花ありがとう、嬉しい、お花になったんだギフトが、すごい、ハートもありがとう、ボーリングはね全然ねしたことないな、小学校が最後だと思う、おー I love you うちーさん I love you ゴールデンありがとう、今日もお疲れ様だよ、お疲れありがとう、だるまもありがとう、お、スズランで会ってるよかな、スズラン幸せな顔してたよ、嬉しい、本当にありがとうございます皆さん、こう一番にさ私を初めて見た方とかもやっぱ多いじゃないですか、初めまして、その対面では初めましての方がさ多いじゃないですか、そのなんだろう一番初めの反応っていうのすごくなんか嬉しかった、こうっていう表情をねしてくださる皆さんがすごく嬉しかったです、スズランありがとう、ハートありがとう、かわいいありがとう、嬉しいありがとう、嬉しいね、実在してたでしょ、でも私も皆さんが実在してたなっていう感じだった、皆さんはよくアバターでねいらっしゃることが多いから、そう実在してた、ハートありがとう、嬉しい、
顔はね、本当にそんなことないですから、ありがとうございます、言っていただけて嬉しい。ハートありがとう、いっぱいいっぱいありがとう。電流走ってしまった、やったね、嬉しい、人生初、嬉しい、ありがとう、会えて本当に嬉しかった。配信ありがとう、来てくれて嬉しい、ワンちゃんだ、ありがとう。うん、スズラン、ありがとう、すごいいっぱい、そしてすごい、なんて書いてある、あ、花束、すごい、スズラン花束、いっぱいありがとう。おまめちゃん、 I love you、 ありがとう、お疲れ様、おまめちゃん、ありがとう。とめぞうさんも出た、ありがとう、出た、ありがとう、嬉しい、ありがとう、だね、めちゃくちゃ良かった、やった、嬉しい、あ、嬉しいよ、そう言ってもらえて幸せですわ。またまた可愛くなれるように頑張るね。うん、スズランありがとう、ありがとう、嬉しい。え、私の写真があったやつだよね、また会いに来てくれる、こちらこそだよ、会いに来てくれるの、私も会いたい。で、私ちっちゃかった、めっちゃね、ヒールで持ってたんだよ、こんぐらいのヒール履いてた、だから多分163センチくらいになってたと思う。足はね、ずっと立ってただけだったから痛くはなかった。でもあの夜さ、あの寝る前にさ、着圧のなんかつけてみたのよ、たらね、あの足むくんでたみたい、おお、なんだか今日はキュッてなるなと思いながら足むくんでたみたい。ハートありがとう、スズランありがとう、嬉しい、小さく見えるのかも、ああなるほど、そんなに時って伸びたかも、伸びたかもしれん。嬉しい、細長かった。細長代表になろうかな、みんな細長いからな。ね、嬉しい、次もね、本当にね、あったらいいね、本当に楽しくて、一日があっという間だった。ブランケットかけてる、おー、すごい、にじらーしのちさん、ありがとう、にじ、今日もお疲れ様です、しのちさん、ありがとう。何事って、もう目まつげギャンギャンにしたからね、もう今日だってまつげもう上がってないもん、ついさっきまでアイラインしてなかった、忘れてた、今日一日中アイライン引く、絶対行くって嬉しい、絶対会うね、会いたいね、だからギリ耐えました、ありがとう、ギリ耐えてくれて耐えれた、次は耐えられないぐらい可愛くなっちゃうもんね。舞台もねありますので、そう今日ねやっとね、皆さんがきっと待っていた方も多いのではないでしょうかというリルムちゃんのね投稿させていただきました。一回さ、みんな投稿してる時期があってさ、私乗り遅れてたわけよ。
ぜひね、あのミルモでポンのねフェアリーライブステージ、ミルモでポン、ぜひね、ニアジョイ初めての舞台になりますし、あのなんだろう、原作もねあるような舞台をねさせていただけるということで、とても嬉しくて、ぜひね、あの4日間ありますので見に来てくださると嬉しいです。わあ、あずまさんありがとう、虹、あずまさんありがとう、いやありがとう、待ってた、よかったやっとだったね、やっと投稿しました。そう、私もさ、ミルモでポンね、アニメ見てたのにさ、今日で見れなくなっちゃった。今日でミルモでポンのね、あれがサブスク見てたんですけど、今日までで、違う、昨日までで見れなくなっちゃった。まだ途中だったっけ。なんか他にサブスクで見れるアプリとかあったりしますかね。ハートありがとう、ありがとうそう、私もね入ったのよ、無料トライアルみたいなものを入ってたんだけど、でずっと見てたんだけど終わっちゃった悲しい。結構超特急で見たんだけどね。ラボーありがとう、嬉しい、ありがとう。今日の仕事ね、私も今日なんか異常に眠たくなってた。嬉しい、ありがとうございます。わあ、嬉しいです。頑張ります。もっともっと頑張ります。あ、日本で見れないとかあるんだ。なるほど。そうだからね、今この世の中にね、ミルモでポンのアニメを見るねあれがないのよ。いや、もしかしたらあるのかもしれないけど、私ちょっとまだねネット検索でどのサブスクで見れるかちょっと見れてない、探せてないんですよ。悲しい。そう、あのね、レンタルとかだったらあるのかな。おお、なるほど、バンダイナムコさんのサブスクで見れるってみんなにお報告しないと、メンバーみんな見れなくなっちゃったって今、そう、ミルモでポンロストをして、あとね、まあ役もさ、みんなあるじゃん。私もさ、リルムちゃんをいっぱい研究したいと思っていますのでね。お話し会追加ありがとうしてくれて嬉しい、いっぱい話せるね。ハートありがとう、お疲れありがとう。てかさ、私さ昨日さ、なんかたくさんの方にさ、ブリコポーズしてくださいっていうリクエストが多くて、もうああいう時しかないからねないからね、ああいう時でもするか分かんないけどハートありがとう、いっぱいいっぱい昨日ブリコポーズしたんだけど、そう、もうないからねすりませんよ、すりませんよ、なかなかいやでもね、次はするかわかんないな。私はさ、そのなんだろう、まあ王道アイドルというか、アイドルといえば、まあ、ツインテールとかブリッコポーズとか、ブリコポーズというか、まああるじゃないですか。そう、
でもそういうことをする体力が私にはなくて、でもちょツインテールももう一回最後はツインテールの日ですかね、数分間5分10分くらいやって、もうそれでちょっと力尽きてしまったのと、ブリックポーズもちょっと昨日いっぱいしちゃったのでちょっと一時体力が、そうなんですよ、力尽きちゃう、 HP がもうすり減っちゃって。でもレノンさ昨日ハーツインだったのよ、皆さん4部かな5部かぼもうかハーフツインだったのよ。ハートありがとう、嬉しい。レノンハーフツインやんってやったもん私。いやー結構体力消費しちゃうんですよ。本当にからね、ちょっと本当に次いつするかも分かんないし、私の体力次第で結構にかかってると思うので虹色の星じゃなくて流れ星ありがとう、ハートもありがとう本当嬉しかった、もう会えて嬉しかったよ、かも頑張ったありがとう、ダイヤマンさん頑張ったありがとう、嬉しい、今日も昨日も毎日頑張った、昨日のブリッコポーズも頑張ったありがとうダイヤマンさん。そういっぱいね皆様名札もね作ってくれてたりして嬉しかったです。そう抹茶めっちゃ食べたい、いな抹茶いいな、ね、でもさ今抹茶本当に世の中いっぱいあるからさちょっと嬉しいよね、食べてないけどなかなか食べれてないけどあることが嬉しい、世の中が抹茶の良さに気づいているとで、というより抹茶好きの人が多いんでしょうね、そうやってこう抹茶商品が多いということは嬉しい、どんどん世の中抹茶好きになっちゃえと思って。だるまありがとう、なんかケーキとかでもさ普通のショートケーキ、チョコレートケーキ、抹茶みたいな感じでもうこう、いちごとかよりも先に抹茶っていうのが来るといいね、今度ね ねえ、京都行きたいよ、困っちゃうな、うまい、めっちゃうまい、困っちゃう、ほうじ茶もね、わかる、あ、まあ、パリッと割る系のやつだ、前だすっごいお腹いっぱいな時に電車にさその広告がもう4面私の見る視界全部アイスでさお腹いっぱいってなった記憶がある、どこを見てもアイスとチョコだった、ほうじ茶しか売ってなかった、あーでも店舗によってはねあるのかもしれないね、そうドーナツね第1弾は食べたんですよ、美味しかった。タコさんありがとう。嬉しい。そう。ドーナツは。そっか。
こうパッて逃げられない時パッてしちゃえばいいのか。いい方法見っけた。あくびが出そうでね。そうそうそう、舞台のね、ぜひね、公募お待ちしております。どんな感じになるんだろうね、舞台もね。でもあの衣装がまた着れるということがとても嬉しいですね。肉を引くするのに、あら、でも大丈夫、私もなんかなんやかんやで東京来るときドタバタ劇を繰り広げてたから、なんかね、あの いざね、その前日とかになったらさ、やんなきゃいけないんだから、もうね、どうにかするのよ、大丈夫、どうにかなるっていう甘い考えをしてしまっている。なんかさ、持っていくか持っていかないかみたいな、こう捨てるか捨てないかの、こう中間なさ、分類、中間的な分類のさ、なんかこざこざしたなんかものってあるくない、引っ越し作業って。とかその段ボールでさ分けてるじゃん、なんだろう、まあお洋服とか、なんだろうな、なんだ、何がある、化粧道具とか、その分けてるけどさ、本当にどこのカテゴリーなのかわからないものたちが、私は物が多いのね、私って。だからすごくそういう子たちが多くて、そういうのをね片付けるのがすごくね大変でした。ハートありがとう、ありがとう。あー確かに後ろにね、それもいいね。ふう、すごい、めっちゃだるま転んだ、だあれすごい、だるまさんが転んだってしてるんだけど、ありがとう、だるまもハートも。メテアライムさん、 I love you、 I love you、 ありがとう、今日もお疲れ様、イエイ、ありがとう。ベーグル今日食べてないな。今日はキャベツの千切りをしたんだけど、急いで切ったからこんな感じになってた。先一切れてなくてこんな感じになってた。スズランありがとう。千切りってなんか難しいよね。そう。そう。わかりやすい。千切りしたんだけどね。ちょっと急いでたもので。こんなんだった。ハートありがとう。なんかさ、前はねキャベツとか、まあなんだろう、野菜を一気に切っちゃってて、ボウルにね入れて冷蔵庫で保管みたいなのもしてたんだけど、なかなかしださんですわ。まあ明日明後日にでもできたらいいなと思いながら。千切り機あったらいいんだけどね。なんかあるじゃん、業務用のこうぐるぐるぐるって巻いたらもうすぐ千切りになってくれるやつ、あれいいなってめっちゃ思います。ゆうさんありがとうございます、 I love you、 昨日もありがとう、イエイ、ありがとう。包丁だよ、前髪は切ってないんです。だからもう伸び伸び、だから最近ずっと伸びてるんだけど、なんかさ一時切ってなかったからさ、前髪のその切った時に自分がどれぐらいの長さだったのか忘れちゃって、もうビビってるの、切るのに、切るビビっちゃって。でも私はステージ出るときはパッツン前髪だからさ、今はねまだ今日とかはステージじゃないから分けててもいいけどね、洗剤合わせにしなきゃってなるとちょっと短い方がいいんだよね多分。
でもこの間の対バン私後半あんまりなってたしさ、なんか悲しい。ハトありがとう。嬉しい。中山パッツも本当に嬉しい。まあね、最近はその巻いてる時、髪巻いてさる時は分けた方が、なんだろう、抜け感じゃないけどあって可愛いなって、まあ分けるの可愛いなって思って。くれてさ、本当に酸素を入れたらね、首止まるのって。はあ、すごい。昨日はめっちゃテンション高かったからさ、なんかもうあっという間に30分40分とか出てた。私もう今日はね、あ、別に時間はね大丈夫なんだけど、今日は私の睡魔が限界が来たらちょっとねあれにしようかなって思ってるんだけど、配信時間的には何が言いたいの、何が言いたいんだって話。今日は40分50分ぐらい今配信した気分で、今時計見たら30分も経ってなかった。そう、酸素足りないからあくびが出るの。そうだからね、で酸素吸ったらねあくび止まるの。あら、あずまさん、I love you、 ありがとう、いっぱい嬉しいよ、くまくま、ありがとう、あずまさん、嬉しい。そう、私も昨日はテンションめっちゃ高だったよ。お疲れ、ありがとう。すごいね、このスパンが短すぎん。スパン短い、めっちゃ短いぐらい。ありがとう、皆さん酸素届けてくれてありがとう。酸素なんか感じるよ、ゴブで。てか私さ、昨日のさ対面で結構声が並んでる時から聞こえてたよってたくさんの方にねご報告を受けたんですけれども、具体的に何列目ぐらいの方まで聞こえてたの、どこまで聞こえてたのかなっていうのが気になる。その聞こえてるだろうなとは思ってたよ。どの辺まで聞こえてたの。56でもさ、かなりかなりかなり7をどんどん増えるで。いやーすごいな。5列目、あ、でも5、6、5、6、7くらいは聞こえたのか、すごいなー。あー恥ずかしい。5から10ぐらい、まあその時の話す内容とか多分笑い声とかだったら響くしね。あ、ももかも聞こえた。やっぱみんなね声張ってたと思うんだよね。何も覚えてない。あ、それくらいでもいいよ、全然いい。愛が足りんのやないのとか言って、私の情緒不安定今日今だけ。ももかにゆうかちゃん推しって認知されてて焦った。すごい、ももかすごすぎる。てかももかのところに行ったんですか。行ったんですか。あれれれれ。あれれれれ。みんな昨日誰の話し会が一番楽しかったですか。
か誰のところに行ったのみんな。誰のところに行ったの？気になる。おやおや、おやおやおや。みんななんか言葉が詰まってるのはなぜですか？ちょっとちょっと余るね。ででででで。多分。みんなのところに行って結果、結果が大事よね、結果が。結果が大事よ。おー、うまい。うまくまとめてんのね。確かにニアジェはね、いいグループ、魅力的なグループだと思う。私もそう思う。6人経った上で、うわー、そりゃもうすごく嬉しい、ありがとう、いいね。もう模範、模範回答や、良すぎ、ありがとう PC。 4人も行ったろ。あ、ハートありがとう。鍵開けしてくれたの。鍵開けっていうの。こんばんは。こば、まさゆきさん、ありがとうございます。わー、ハートありがとう。なんか私、お名前以前にもお見かけしたことがあるな。すごく気のせいですか？気のせいだったらごめんね。ありがとう。私は、つキャラじゃないよ。全然圧できないんだよ。ゆきちゃん、しか言ってないよ。大好き。ありがとう。嬉しい。ね、聞かオンラインの、あんたね、嬉しい、ありがとう。せいちゃんさん、せいちゃんありがとう。タワーありがとう。わー、びっくりだ、嬉しい。せいちゃんありがとう。いつもさん付けしちゃってるから。いつもありがとう。びっくり、タワー、タワー、ありがとう。いつもありがとう。ね、福岡城だ、本当だ。福岡城意識してくれたのかな。たまには、ありがとう、嬉しいよ。いつも応援してくれてる時にとっても嬉しいのに、ありがとう。たまには投げてくれるの。ありがとう、リジーたわー、イエーイ、スクショありがとう。今日もお疲れ様、お仕事だったのね。すごい、ゴールデンウィークだからさ、ゴールデンなお城もあるんだね。皆さん、ハートもありがとう、ダルマもありがとう。大好きだから、嬉しい、ゆこも大好きだよ、ありがとう。いつも愛届いておりまして嬉しいよ、ありがとう。わあ、つやぴょん、ハート、 I love you、 ありがとう、嬉しい、 I love you、 変わらず I love you。 パパに話してくれてありがとう。嬉しいよ、ありがとう。こちらこそ楽しかった、ぶっぱんね、参加できて、コメントもありがとう、嬉しい。毎日ね、いろんなテンションで配信お送りしてますので。そう、今日は足形、香川県いいな。香川県ね、名前はね結構早く覚えたの。なぜかというと、私と同じ漢字が入っているからっていうね、あの割とよくあるパターンの覚え方。そう、あとうどんが好きで、うどん県だからっていうのもありますね。ハートありがとう、やった。そう、同じ蚊が入ってるからね。
番初めなんかね、昔日本地図が、ね、お家の壁に貼ってあったじゃん。それでおーうちーさん I love you ありがとう嬉しい I love you I love you ありがとう嬉しい、ハートもありがとう。そう、日本地図壁に貼りがち、よくね貼ってた、見てた。入ってるからね。めっちゃ強くておもろい。二度と口調強すぎて面白い。あとありがとう嬉しい。そう、あったあった、日本地図とね世界地図もあったな。なんかね昔ね世界のその国を何個なんか10個以上書きましょうみたいな、あなたが知っている、すごい低学年の時よ、あなたが知っている国を20個かな、20個書けたら合格みたいなのがあったんですよ。で私その時ね全然書けなくて10何個とかしか書けなかったので、悔しくてお家の世界地図をいろいろね見ながら、こうお風呂とかでも唱えながら覚えて、第2回その同じテストがあった時にもう20個以上も余裕で解けたのねっていう思い出があったんだけど、その時にねこれはみたいな、覚えやすい名前をさ探すじゃないですか世界地図とか、チョコがあるって言ってね、チェコのことずっとチョコだと思ってて、チョコだすごい、チョコっていう国の名前があるんだねっていうねテンションが上がった記憶があります。おお、久保正幸さんありがとう、虹色の星ありがとう。そう、チョコだって思ってめっちゃチョコだと思ってた。あとなんか中学校、高校じゃないや、小学校か、小学校の時に世界史、かな、あったんですよ。かわいい、ありがとう、チョコ、そうそうそう、めっちゃチョコだと思ってた。そうなの、チェコのことをずっとチョコだと思って勘違いしながら。世界史、私は日本史派。世界史でその授業、小学校6年生の時かな、授業の一番初めにこう出席番号から3前から3人とかで、次の時間は次の自習はなんだ次の4、5、6番目みたいな感じで前から3人ずつねこう選ばれて、世界史の、その教科書の世界地図の国を黒板に書くんですよ。あるなんかなんだろうな、例えばオーストラリアとかって書くんですよ。ここにだからみんなオーストラリア探すみたいな、それで早く探した人が一番みたいな、おめでとうぐらいな、なんか別だからといって何かもらえるとかじゃないんですけど、すごいなんか国探しみたいなのが授業の初めに冒頭であって、そう、こんばんは、ジャーキーさん、はじめまして、こんばんは、よろしくお願いします。嬉しい。そうそう。これで保身、保身して、ここして。すごいね。だからね、それでね、なんか、すごいさ、長いさ、もうちょっと忘れちゃったけど、なんか、ボスなんてらなんてらコビナみたいな、なんだっけな、すっごい長いさ国名あるじゃん、ボスニアヘルツェコビナ、そう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 、そこも大人気スポットでさ、あでね、そのそこをその地図で見つけたら赤ペンでちょんって点を打っていいのね。みんなお気に入りすぎて、大好き大好きな国の名前すぎてめっちゃめっちゃ赤点そこだけ
多いみたいな。で、あのみんながなかなか探せれないのが太平洋の島みたいな、もう島みたいな、もうなんかスイミーみたいな島ありません？そう、太平洋にある島とかマニアックな子とかね、結構そこを狙ったりするね。あ、フィジーだ、フィジーかも、フィジーかも、ツバルかな、なんかその辺、フィジーかな、スイミーみたいな国が。島国をね、そう、フィジーか、フィジーっていう、全然違くてなんかちょっと似たな。でもそれで皆さん分かるのがすごいんだけど、近くないか、なんだ悔しい皆さんが分かるのがすごいっていうのもね、懐かしいな。近いだろうね、近いよね、近いんだよスイミーは目だけ赤い。え？あ、そうなの？体は黒いけど。懐かしい、スイミーしたな。小学校2年生とかかな。懐かしい。ラグビーが、そうなんだ、すごい。ラグビーって難しいよね、授業でやったけどさ、もうボールいろんなとこ飛んでいきすぎて、ひえ、そっち飛ぶみたいな、そっちみたいな感じで、ね、びっくりしちゃう。こんばんは、こんばんは。うん、だるまー、ありがとう。ドッジボールも確かにいろんなところ飛ぶな、私は。でも最近ボールなんて投げてない。てか聞いて、私さ、昨日さ、久しぶりにさ、こう腕をたくさん振るっていうことをしたわけですよ、皆さんとお会いして。でなんかさ、夜さ、ここ筋肉痛になっててめっちゃ肩凝ってたの。食って、普段食ってしないから。皆さんもそういった経験あります？昨日とか特に、なんか昨日ちょっと肩凝ったなとかあった？私ね、なんかあの、そう、え、手振る時って筋肉使ってるんだと思って。別にね、それがね、辛かったとかそういうわけじゃなくて、全然ね、あの辛いとか思わずに、本当になんか私がもう思うがままに思いっきし振ってたのよ。お家に帰ってよし寝ようってした時に、あ、痛っ肩痛いってなって、そう、昨日めっちゃなんかね、肩使ってたみたい、びっくりしちゃった。私もなんかこんな手振ってたっけみたいな、てか手振るだけでこんな肩痛くなるっていう感じ、びっくりしちゃった。確かにカメラ重いもんね。ハートありがとう、嬉しい、ありがとうすごい痛みが分からないよ。このあれは手振ったからじゃないかもしれないもんちょっと前の音が、胎盤の筋肉痛がとかだったらどうするでもね、物によりますね。なんか筋肉痛系とか、その日の時もあるし、全然その日じゃなくて2日後ぐらいの時もあるかもしれない。ハートありがとう、ありがとう。うん、なんか足とか後からな気がしなくもないような。どうだろう、でも筋肉ついてあんまなんないですね、私。なかなかならないからあれだけど でもさ、凝りってさ、なかなか取れないね。私もね、すっ
ごいここのねこうめっちゃ筋張ってんの治らない。全然良くなってるかどうかも良くなってる気がしない。そう運動不足だった。確かにこれはちょっと運動不足だったかもしれない。これね、でも昨日本当に楽しかった。首長くないのよ私は。全然今はさ髪の毛で隠れてるけど首長くないんですよ。そんなね、そう、いや私はさ皆さんに美月の顔の小ささを知ってほしかったんです。そうだからそのね会ったであろう方々にはね、美月って顔ちっちゃかったでしょって言いたくて。本当にちっちゃいのよ。なんかなんか多分ないよね、多分ないかもないんじゃないかってぐらい、このなんかねこうなんだよね、ここがね、なんだろう、顔の下側がもう本当にもう肉なしみたいな。美月のレーン行くの？それは悲しい。いやでもね、美月も可愛いからね、拝んでほしい気持ちもあるんだけど、行っちゃうの？そんなん決めらんないよ私には。美月も可愛いもん、可愛いから。ダメだよ、絞れない、そんな。あ言ってたな、あら、そうやってみんな、いろんな子のところに行っちゃって、私は皆さんのことを待ってたのに、皆さんはいろんなメンバーのところに行って、ああ楽しんでたんだ。ね、今あの美月の顔ちっちゃかったよねって。で私こんなさ熱キャラじゃないのよ。言った方で私推しの方いらっしゃるよね。数名いらっしゃるよね。コメント見てたからね。お手紙ありがとう、反省文だなそれは。でもね私はね気持ちも分かっちゃうのよ。分かる、だってそんなさメンバーさみんないてさ一人に絞るなんてあれだよね。でもあれなんだよ。なんだよ。なんだよ。わかる、気持ちはすごくわかる。そうだよ。あ、弁解してきてくれてる、ありがとう。私も楽しかったよ。でもみんなどんな感じなんだろう。意外とさみんなのお話し会とかってさわかんないからさ。よしじゃないよ。会いに行くのやめた。会いに来てよ。面白い。まあね、皆さんの人生だから、皆さんが楽しい方法で私をしてくださると嬉しいんですけれどもっていう感じです。多くは求めないよ。ハートありがとう、ありがとう。まあね、
みんな好き嫌いはちょっと悲しいけどさ、好みっちゅうもんがあるからね。こうつもりさん、ありがとうございます。嬉しい、はじめまして、ありがとう。魅力ありありグループだからね。わあ、I love you。 わあ、おまめちゃんビッグラブだよ。ビッグラブおまめちゃん、ありがとう。ありがとう、嬉しい。愛伝わる、めっちゃ愛伝わる。大好き大好き、おまめちゃんありがとう。嬉しい嬉しいよ、ありがとう。I love you、 ビッグラブだね。ありがとう、嬉しい。大好きだね、嬉しい。会えたらいいね。たまには圧かけてねって。話し合いは誰のところに行ったんですか。どのメンバーに行ったんですか。誰のところに行ったんですか。えっとは行ってないかーい。じゃあ今度ね、オンラインでも対面の機会でも会えたらいいね。会いたいね。ありがとう、タワー。I love you だよ、ずっとずっと。ありがとう。あ、そうそう、虹と風船のね由来を聞きたいですというコメント、ありがとうございます。あの、私公式、私が言っている非公式ファンマークなんですけれども、私はメンバーカラーが赤色なので、あの赤が入っている絵文字がいいなと思って、可愛い2つにしました。風船も可愛いなと思って、虹も可愛いなと思って。そう、非公式なもので、私はもうちょっとね決められませんですので、これ確定ですってなると。いや、なんだろう、私、今の私にはどうしてもヤシチにしか見えないんだけど。でも絶対ヤシチじゃないのよ、そのそのこの星に入る文字は。なんだろうね。そう、なんかさ、美月がさ、ショールームでさ、ヤシチのさ、あの、あ、焼き餅ね。なるほど、なるほど、なるほど。どうしてもヤシチにしか考えが至らなかった。みつきがあのヤシチのモノマネめっちゃしてた。そうだから、ヤシチトーク、ヤシチトークとちょっと考えた。ヤシチ、私ね、ヤシチうまくいかないんだよね。ヤシチ、ヤシチ難しくない？すごいと思う。うまいんだよ、ヤシチ。ヤシ、ヤシ、ヤシチ。難しい。皆さんもぜひ今お家でやってみて。いや、いや、いや、ヤシチ。やばいやばい、部屋に響いてる。ジョイってグループ初めてしまいました、ありがとうございます。ちょっと大丈夫かな、大丈夫だったかな、あのヤシチヤシチ言いすぎてた。あのニアリーイコールジョイというグループでね、あの指原莉乃さんにプロデュースしていただいてます。イコールラブさんのとイコールミンさんに続く第3のグループという形で、オーディションが去年さ、去年の1月にね最終審査で合格しまして、あ、合格の日程はいいんだ、あの去年の4月に
あ、3月にお披露目、結成お披露目だって、今年2年目のね。そう、ちょっと第一印象大丈夫だったかな。合格の日程、そう、合格はね1月で、結成したのが3月ですね。3月肉の日です。はい、私は福岡県出身の左利きの大型の水亀座の19歳になります。なぜ今モノマネをしていたかと言いますと、私たちニアリーイコールジョイは今年の6月のに見るもでポンというアニメというか漫画物語なんだ作品の舞台化、舞台版としてニアリーイコールジョイがね、演技をね、舞台をねさせていただくんですよ。でその舞台で出てくる登場人物の弥七というキャラクターのモノマネをちょっと今ひたすらしてました。私は弥七役ではなくリルムちゃん役なんですけれども、リルムちゃん役なんですけども、ちょっと今は弥七になってました。ただいまファンクラブ先行販売のチケット販売がね開始しておりますので、されていますので、ぜひぜひご応募お待ちしております。告知になっちゃった。そうで、どの世代の方にも楽しんでいただけるような構成になってまして、一部がその私たちニア中がお送りするミルモデポンの妖精の世界で、二部がそのステージ、ライブステージというね形になっておりまして、二部構成でね、はい、ライブもあるんですよ。舞台とライブで盛りだくさんな形になるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、はい、そう、まだねお仕事の方とかはお仕事されてる方とかはさ、有給っていうものが使えるので、お、同い年だ、ほぼ。ということは1個下か同い年かだよね。04生まれだから石、え、そうなんですよ。メガネこうやって鋭くなるからかわいいんですよ、リルムちゃん。めっちゃかわいい。もちろんね、どの妖精さんも本当にかわいくて癒されますね。そうそう、有給ぜひ使って会いに来てくだされたら嬉しいですでもあれだよね、有給使えない方とかもね、お仕事柄皆さん世の中たくさんのお仕事柄か分かんないけど、でもね、とってもとっても楽しみで、みんなね、なんかこうなんだろう、役とかもさ結構個性豊かなさ役じゃないですか、キャラクターじゃないですか。楽しみですね。ちゃん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 ちゃちゃん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 、かわいい。リル、リル、リルムでポン。目覚めてきた、1時間喋ってると。でも足しびれてきた。ちょっと待ってね。そう、妖精でした。ハンズナドラ似てない、似てないわ。美月めっちゃ上手だよ。ハンズナドラ
私ね、あのね、あっち向いてホーするね、めっちゃ可愛くて、サンシャーグあっち向いてホイなのらっていうのがね、あのアニメの中であったんですよ。そういう物語が、物語というかそういうシーンがもうすっごく可愛くて、あっち向いてホイなのらホイなのら、そうなのらが余ってるのよ、あっち向いてホイの後に。それがめっちゃ可愛くて見返した。足しびれた、出て出てそう、いやもう美月めっちゃね、あのね、多分こういう声真似上手だと思うなんか雰囲気割とニア女優の中でその半蔵の真似をできる子って多分限られてると思うの、声質とかあるから。美月はすごいなんかこう割と同じ系統というか、系統、うん、雰囲気似てる。でもね、私ね、レノンはね、ヤシチだなってめっちゃ思うの。ヤシチだってめっちゃかっこよくない？あの、はじめまして、ありがとう、リリリさん、サトピーさん、ありがとうございます、よろしくお願いします。あのビジュアル公開を、公開でさ、こう写真を、レノンの写真を私初めて見たんですよ。もうレノンかっこよすぎて、お、昨日話しか来てくださったの、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。ね、かわいいよね。そう、あゆみとみつきなのもがピアノのもなんかまたいいよね。みんなかわいい、みんなかわいい。でさ、見るもんとさ、あのなんだ、このあんじゃん、あゆみが弟だからさ、こう最年少と最年長組がこう弟と兄がこう逆になってるのも、またこれまたあの楽しみだよね、どんな感じになるのか。めっちゃ楽しみです。嬉しい、ありがとうございます。もうね、あの役にね、ちゃんとしっかりなりきれるように頑張って、研究に研究を重ねて、あの頑張っていきたいと思いますので、どうぞどうぞよろしくお願いします。そう、そうそうそう、どんな感じなんだろうって。であゆみんがそのね、こうまあ性格的にはさ、ルモちゃんはあの裏のあるこうちょっと意地悪チックなところもあるから、そういうね、あゆみんも見れると思うと、そう、どうなるだろうっていう楽しみですね。みんなみんな楽しみ。歯医者の会ね、めっちゃ可愛い。さ、なんとかですよ、お兄ちゃま、なんとか。私ちょっとね、モノマネというモノマネがね、なかなか私ちょっと上手じゃないかもしれない。お兄ちゃま、なんとかですよ似てる？本当に？そう、巨大化、そうそう、めっちゃ可愛い、みんな可愛い。あゆみね、上手、ちょ、特徴取られる、上手。あと、ありがとう。今日ね、リエラムちゃんの写真投稿したので、ぜひ見てみてください。そう、半蔵なんだ、かわいい、よかった、ありがとうございます。そう、あおいもね、結構こうなんだろう、葵は衣装のね、あのフィッティングの時に一緒だったのよ。だから その場で見てて、一応その時から可愛かった。みんなね、衣装もすごくこう細かいところまで、私もあのリルムちゃんのここのね、赤のポンポン
がすごく再現していただいてたり、あの帽子もさ白のラインとベレー帽というか被らせていただいたりとね、とてもとてもね可愛い可愛い衣装なんですよ。あのあとそうそうそう、スカートもね結構短くて可愛い、すごい可愛いです。いちご持ってたね、私はいちご持っています。ちょっと業務連絡だけ先にしますね、すいません。よし、オッケー、すいません。そういちごね、そうそう、私もちょっとすいません業務連絡すいません。そういちごですね。そうシュークリームのね絵文字がなくて、でリラムちゃんを表す絵文字ないのにしようと思ったら、そうじゃんいちご持ってるじゃん、食べた今日いちごでした、いちごにしてみたよ。そうほうれん草、ほうれん草大事大事だよ昔ほうれん草って聞いて本当にほうれん草かと思ってた。昔っていう、昔っていうか本当に昔ね。みんな可愛いですよね。そうなんですよ、ほうれん草。あ、報告連絡そうだ、顔はなるほどと、そこそれでほうれん草の本当の意味を知りましたね。そう、いちご似合う嬉しい。あ、そう昨日ねお話し会のね会場でね、いちごとかなんかすごくね美味しいフルーツをたくさんいただきまして、もうなんかもうほっぺた落っこちちゃうかと思っちゃった。フルーツなのにさ、もうジュース飲んでるようにさ甘くてですね、幸せでした。うわーフルーツ美味しいって思って、フルーツって最高だよって思いました。かね、パイナップルとかいちごとかメロンとかマンゴーとかもあったんですよ。キウイフルーツとかすごくねたくさんフルーツあっていただきました。もうマンゴーとかもなんかえってぐらい、もうえ美味しいっていうね声変わるぐらいね、すごい美味しかったですね。マンゴーだま食べないじゃん、冷凍フルーツ としてはよく食べるけど、その場でなんかカットしていただいたような感じだったので美味しかった。そうえめっちゃゆっくり食べたもん、美味しすぎて味わったよそうあと10分できたら、そう、フルーツ嬉しい、フルーツ美味しい。フルーツはね、フルーツってどんだけでも食べれそうじゃない。さ、皆さんは何かを大量に食べてくださいって言われたら、何だったら一番多く食べれる、その好き好みとかじゃなくて、フルーツが食べれない、あんなに美味しいのに、食べたよ、美味しいじゃん。白子さんが、あー美味しいね、お寿司マスカット、もうお寿司とかだ、お腹にすぐたまりそうじゃない。大量に食べれるとなると、なんだろうね、フルーツにもよるよね。フルーツはフルーツでも、なんだろう、何がいけるかな。そういちご狩りは、そうそうそう、ぶどう系、なるほど、あ卵ボール、確かに卵ボール卵ボールってさ、なんか溶ける瞬間口の中熱くならない、熱っみたいな。くまじさん、はじめまして、よろしくお願いします。村山優香です、お願いします。ボロボロだったね、全然言えてなくてびっくりしちゃった私も。
水分多いの、確かに水分多いとねお腹にたまるね。なんだろうな、何がいいんだろう、食べれるのね。私最近ね、アメリカンドッグにねハマってる。まあハマってるって言うほど食べてないんだけど、なんかその惹かれちゃう。最近そのコンビニとか寄ってホットスナックのコーナーでアメリカンドッグ、もう美味しそうすぎて、うわ美味しそうってなって頑張って我慢するっていう、最近誘惑、私の中ではすごく分かってる私のハマるは本当になんかちっちゃいことすぎて私の流行りは本当一瞬なので皆さんお気をつけくださいみかんね、分かる。私もねみかんちょっと食べれる。1日にね何個だろう、全然なんか10個とか食べとってある。もうね冬はだから巻きキーなんですよ私は。ビタミンがもう肌に出てんのよ肌の色が黄色くなっちゃう、ビタミンで。そうすごい食べちゃうのよ。そういつかビッグウェーブになることも。そうそうなのよ、私もね波があるからさ。強さだと思う、顔黄色くなったことある。私もねある、冬めっちゃ黄色くなる全体的に。あ、そうだ、ずいぶん前に皆さんになんかショールームのなんかイベントで、そのなんだっけな、なんかこう食べ物のカタログなんかこうをいただいたんですよ。そのなんかイベント達成みたいなやつで、もうずいぶん、もう夏秋ぐらい、そうなんかこう美味しいもの食べれるよみたいなやつで、あれで私ねみかん頼んだんですよ。でみかん頼んだんだけど、あ、頼ませていただいたんです。本当に皆さんのおかげでありがとうございます。そうカタログ、ギフトカタログ、そうそうそう、そんな感じのやつです。ハートありがとう、だるまもありがとう。そうで、ね、私はねみかんを頼んだんですけど、私がね注文するのこう悩みに悩んでみかんにしたらね、もう全部美味しそうだったから、でみみかんを頼んだんだけど、頼んだ 日付が結構遅めになっちゃったから、来年、去年頼んだね、だから来年の、今年のことね、今年のね11月ぐらいに届くの。だからまたその時期になったらさ、気づいたら「えっ?」みたいな、みかんあるんだけどって。そう1年越しになっちゃった、1年越しのみかんで、そうだからまだ食べてないんだけど。でもそのおかげでね、私は今年のね冬がすごく楽しみで、みかんが届くんだって。なんかねそのカタログギフトによると、その何キロとかだったの、1キロとかだったかな、みかん1キロみたいな書いてあったんですよ。そうで数がそのまあ大きさも様々だから、30から60入ってますみたいな、60個入ってます書いてあって、私ね家族に相談したの、これみかんどうかなって思って、だからおおってなるやん、なるじゃないですか。でもね私はねいける気がしてみかん頼んじゃった。フルーツ大好きだから、そう本当にあっという間になくなっちゃうよみかんって。あ、みかんさん、みかんさんとかにそう3時から6時幅あるよね。でもなんか食べられる気がして、私ならちょっと今年の冬楽しみにしててください。届いてから何日でなくなるか選手権本当に皆さんのおかげで大好きなみかんが食べられるということでありがとうございます。そう今年の冬遠すぎる、本当に参加してくれる、参加、皆さんもぜひぜひ。もぐもぐ配信はないかもしれない、もごもご配信したらさ、なんかみんなはねしてるかすごいなって思うんだけど、
私なんかご飯味わえない気がして、どうなのかな分かんないけど、なんかこうなんか喋れないし、なんかなんか味わえない気がして、だからそうご飯はご飯で集中したいタイプなので、あんま配信しないかなって感じですね。そうそう、レノンとねリコをツートップでよく食べてるイメージあるね。そうみかん1個、いなんだろう、みかん1キロって何個かなって、1キロなんだろう、何個だろうね、30から60だから、まあ45、まあ50個、45個ぐらい来るのを想定してました。そう、お菓子食べたらね、すごいよ本当に。いや、いけると思う、食べれると思う、楽しみに待っててください。1日なわけないじゃないですか。私ね、あの平均1日、冬はね、今年は違うかったけど、今までは毎年そのなんかこういとこのお家からみかんが届いてたんですよ、箱で。もうそれこそもうこんな大きい箱だからそうめっちゃ自信あるのしたこともないのに、そうあのみかんはね、平均冬の平均摂取量1日4、5個だよ、ね、4、5個。そう、痛む前にね手巻きいっちゃうから、4、5個はね全然食べ、朝食べて夜食後のデザートなんだよ、食べるでしょ。で完食完食完食で1回の食事で2個とか食べちゃうの、みかん美味しくて。だから1週間ぐらいでなくなっちゃう気がするで。みかん美味しいよね。でもね今年は全然買ってないからさ、食べてないの。その分来年いっぱい食べるぞって完食完食完食ジャムとかに、確かに冷凍みかん食べたことない、だから冷凍する前になくなってるから。給食もねみかんは出てきたんだけどね、冷凍じゃなかった気がするのね、溶けてたのかな、普通にシンプルに溶けた、給食の時間になる頃には分かんないけど、冷たいみかんはあったんだけど冷凍みかんは食べた記憶がないんで、溶けたのかな、どうだろう。そうそうそう、九州あったかいから、あそういうこと、可能性はある、そういうことフ確かにみかんこんなに語ってるのに、フルーツ好きなんだよね。最近食べてるのはオレンジ、オレンジが手軽でいいね。いちごも食べたよ、あの昨日とは別でね、最近食べたフルーツみかんいちごぐらいかな。だるまありがとう。そう、切らないと食べられないから、確かに確かに確かに、何ルレクチェってなんだろう、初めて聞いた。スイカもいいよね。私ね夏になったらね、あのスイカも好きだしメロンが好き、スイカとメロンどっちも好きなんだけど、メロンの方が種一気に取れるからメロンの方が若干好きかなって感じ。基本どっちも好き。種がね、だから私もそのぶどうも味好きなんだけど、巨峰とかって真ん中種あるじゃん、だからどちらかというとデラウェアみたいなのとか、あのそれこそコストコで売ってる種じゃないや、皮食べれるぶどうみたいな、もう種がねちょっとあれなんですよ私の中で。だからライチも好きなんだけど、ちょっと食べるの大変じゃん、味好きなんだけどね、
チ種や。え、ライチって種あるよね。え、あったっけ。あるよね、あるあるある。でもライチって美味しいよね。あのね、どこかのハンバーグ屋さんとかのなんか食べ物バイキングね、あったんですよ。入ってて、乗ってて、なんかん、なんかあって、あって、それなんかそういうバイキングとかでライチ食べたことあるかな。お家ではないけど。みかんとみかんの違いってあるの？知らない。なんだろう、日本で育ったか海外で育ったかとか違う気がする。なんだろう。そう、皮ごと食べれるぶどう、そう、売ってるよね。そう、困ったね。そう、種がねダメってわけじゃないんだけど、私らが言うとさ、ちょっと食べるのにさ時間かかっちゃうじゃないですか。こう注意をしながら。お魚も大好きなんだけど、あの最近はね、あのお肉よりお魚派で、あの焼き魚とかも全然骨は取るんですけれども、やっぱ骨あるとさ、こう頬張れないやん。だからね、骨なしの部分、あ、ホッケーよね、大きいしね、わかる、ホッケーいいよね、骨ですって教えてくれてるみたいなもんじゃん定食の出方とか特に骨ここだよって教えてくれてるみたいな感じするから取りやすいね。ホッケーおいしい、レモンめっちゃかけちゃう。そう、骨ここだよって。あとね、サバ缶、あっごめん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 、びっくりしちゃった、びっくりしちゃった、全然そういうつもりじゃなくてびっくりしちゃった、あのが、あの骨がさ、ああ骨柔らかいじゃん、だからそのまま食べれて、ああ、びっくりしちゃった、ああ、あんなに、イワシ缶とかの方が普段食べないからあれだけど、私よく食べちゃうからさ、その缶詰ね、びっくりしちゃった、本当にそんな感じねあー、びっくりしちゃった、目キラキラしてんだけどはあこれ偶然ですよ、これは全然指針を狙ったわけじゃないので嫉妬とかしないでね本当にびっくりしちゃった、自分でもびっくりしちゃった、すいません、すいません、急に業務連絡、わー、タコさんありがとう、いっぱい嬉しい、ありがとう食べ物の名前にしたい、いいじゃん、食べ物だったら、私ベーグルとかよく喋ってるし、ベーグル、きな粉、ヨーグルト、私のご飯、食卓に出てくる率とか、あとキャベツ、どう皆さんどう何の食べ物にする？千切りキャベツとかどう名前としてどうなのかちょっとさておきあ、抹茶も強いね、抹茶も強いよ、どうする抹茶さんって言って、はーいって、なんか数人いらっしゃったりしてカタツムリは食べ物にあるよね
あのお店でね一回食べたことあるな、エスカルゴ。これ名前あ、千切りだ、千切りよね。みんな何にするって電源機なんかヨーグルトキャベツって美味しくなさそうフフ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 何缶でしよう、缶詰限定ツナ缶とかどう兄弟みたいになんない、ちょっと兄弟みたい栄養バランスは確かにいいね。コンビ、コンビ組んじゃって。あ、みかん、うまい。あるよね、アルミ缶の上にあるみかんっていうダジャレ、私結構あのお気に入りダジャレの一つですね。そう、マジで無駄がない、そうなの。の上にぐらいしか使っ、あのね、あれ余分な言葉が入ってない。すごいキャベツさんになってる、キャベツの気持ちになってる、シャキシャキ感がね、いいね。ダジャレそうだよ、私はダジャレ大好きです。ピーナッツどう？ピーナッツいいね。ピーナッツさん、頑張って、くしゃみ。すごい。キューって言っちゃう。ああ、くしゃみくしゃみ。うお！私業務連絡あったので大丈夫です。終わりました、早い、終わらせてた配信中だったけど、次ね、アラームだ。あー、音外した。そう、この時間のアラームはね、今日一日のあのノルマが達成したか、そのやらなきゃいけないことが達成したかというね、確認をするアラームなので、今日はもうバッチし終了しているので OK です。アラーム大事だよ。あら、充電されない。ああ、された。あ、ダメだって。そうだよ、レノンってとこバレてるよ、バレバレだよ結構なアラームでした、結構アラームだった。さ、半音高かった、バレた。難しいね、私はイントロとか、あのたまにさアカペラで歌ったりするじゃないですか。私イントロ苦手なのよ、イントロ、イントロすごい音痴になる難しい、難しくてこううまくいけないですね。イントロ感想なんだろう、曲をね、メロディーを歌うのがね美味しそうじゃん、美味しそうな配信にしないね、なんかすくよ ね、今日はそう、私の配信自体がちょっと長めだったかも。ちょ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 イントロ決まってますか？決めちゃいます。ハートありがとう。じゃあ30分になったから
誕生日しちゃう。そう、今日は長め。ちゃれちゃれちゃ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 。この間さ、あーよっしゃ行くぞーってさ言うのすごい楽しかったって言ったっけ、私配信で改めて言わせてほしいくらいにすごい楽しかった。皆さんがさ、あのその後すぐにそのね、てかその私さ、皆さんすごいなと思ったのがその対応力なんだ、すごい上からみたいな、なんか言い方がちょっとうまく伝わらない、難しい。なんかすごいあの臨機応変にさ対応してくださるじゃないですか、私たちがそのコールのこういうコールをしようみたいな感じで言ってたら、あーよっしゃ行くぞって言ったら皆さんがなんかはいわーだら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 じゃあじゃあってやつあるじゃん。すごい私のあの間言えなさすぎて申し訳ないんだけど、すごいね、あのすごい、そうタイガーファイヤーすごいね、楽しくて嬉しかった、ありがとうございます、嬉しい、ブラボーありがとう、ブラボータイガー、じゃあ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 は分かる。あとあれ、あそう、皆さんに聞きたかった一つね、聞きたかったことがあって、ニアリーイコールジョイのダンスのところ、感想、あれガチ恋、え、ガチ恋だよね、あれガチ恋だよね、え、そう、私たちさ、なんかこう私たちはこう皆さんあのなんか盛り上げて決めちゃうみたいな感じで、あのなんだっけ、あのあゆみがねコールしてくれてるんだけど、いつもこうチャ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 の時にガチ恋だよねみたいな感じでこうなって、そうっていう入るんだねっていうねっていうねっていう感じなんだけど急にコールの話になっちゃった。私のこの間の君夢のさコールが楽しかったっていうね、そうそうそう、入るの知らなくてガチ恋を、そうかな、私たちもさまだコールというコールでそのまあニアジョイがほうみたいなあるのかな、わかんない、わかんないですけど、でもあの私たちも正解が分かっていないのでちょっと私たちも分からない、申し訳ない、私が分からなくて誰が分かるって話ですよね、すいませんあたありがとう、嬉しい、お疲れ様です、みひろさんお疲れ様ですそう、まあね、いずれね、なると思うから、なんかそうそうそう、ガチ恋尺って何泊なの、だからわかんないけど、そうそう、いやそうなんだよ、入ることにびっくりしちゃって、でもあの私たちその代理リとかをさせていただく時とかはもうあのカウントじゃなくてね、あの言いたいことがあるんだよでこうカウントを取ってるんですよ、言いたいことがあるんだよ、やっぱ好きっていう感じでね振り覚えているのでスペシャルセットリーニアジョイ代理リ部活のスペシャルセドリあったよね、対バンでねさせていただいた時もあるよねそういや結構ねみんなガチ恋工場でカウント取ってますよ、そうそうそう、いやーね私たちもね嬉しいです、こう曲振りをした時とかイントロがかかった時とかの皆さんの、まあ、どの
楽曲でも喜んでくださることがとても嬉しいですし、その私たちもその先輩方の楽曲をさせていただいてたり、まあ、あの愛を知るをねさせていただいたりとね、いるので、そのね楽曲でこうすごいもう全部全部ね、おおって言ってくださることがとても嬉しいです。あの だいたいこう曲の始まりって暗転から始まったりするからさ、顔あんま見れないかもしれないんですけど、私はニヤニヤとしちゃいますね。あ、そうポニキュルさ、そうそうそう、ノイミーさんのね、私もライブ見させていただいてて、なんか入ったよね、ちょっと伸びてましたよね。そう、私もノイミーさんのライブをね見させていただいてた時に、あ、音止めてたのか、そうそうなの、そうなの。あと愛してるが入らなかったんでね、多分その私その時のひとみさんの配信見てたんですよ。あの対バン終わりの当日のね、あのそうそうそう、ひとみさんの配信見に行かせていただいてて、それであのポニキュルのゴールの話をしていらっしゃるの、ちょっと聞かせていただいてました。私も配信見るの大好き。私が早く起きた日とかショールーム開いたりするとひとみさんしていらっしゃったりするので、見てます、見させていただいてます。ハートありがとう、ありがとうございます。言えた今、ありがとうございます。そう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 、ね、コメント心配かったね、コメントなんて私はもう陰でこうやってひっそりと見させていただくだけでとても幸せなんです、とても幸せです。昨日まだ昨日だ、時系列分かんなくなっちゃった。昨日さやさんが、谷崎さやさんが配信この間ひっそりと見たよって言ってくださって、でもうとっても嬉しかったんですよ、もう嬉しくて。でも私さ、私の配信内容でちょっとなんかなんだおふざけというかおふざけちょっと多いじゃないですか、ちょっと恥ずかしかったもうっていうのもあったんですけれども、でもやっぱ見に来てくださってることがすごく嬉しくて、ありがとうございますって言っちゃった、とても嬉しかったです、もうありがとうございます。そう、私配信ラジオ大丈夫だったかなってちょっと心配にはなったんですけれども、でもそれでも来てくださることがとても嬉しいです。ハートありがとうございます。さ、なかなかさ、私はもう本当に人見知りマックスなので、先輩方と話する時とか特にさせていただく時なんてもうね、あれなんですよ、人見知りマックス状態だから話しかけてくださることがとても嬉しくて幸せでした昨日は。私はもう人見知りですよ、人見知りです。あとねって全然違う話になっちゃうんだけど、来週の土曜日のニアリーイコールジョイのラジオで夜更かしもまた先週にね引き続きね、美月と桃香とね3人でまたラジオさせて、そう2週にわたって出演させていただきますので、なんかね、私さラジオだとさよそ行き声だねってめっちゃ言われるんですけど、私はね別によそ行き声にしたくてしてるわけじゃないんですよ。緊張しちゃうの、すっごい緊張しちゃうのラジオって。
声がそのストレートに入るっていうのが分かってるからこそ息継ぎとかめっちゃ意識するんだね。だからなんかよそ行きになっちゃうの。気にしないで、だから気にしないでくほしい多分きっと次もよそ行きなんだろうなと思うけどあの別にあの緊張しちゃってるんですよ私は。だからメンバーによそ行き声って意味わかんないじゃんそう緊張してるのよ、ストレートにあの声が入ると思うと緊張しちゃってよそ行き声になってるだけ緊張しちゃう、本当に本当に緊張しちゃってるだけだから気にしないんだよ本当に私もねしたくてしているわけじゃないから。だって話し会とかでね全然よそ行き声じゃなかったでしょ。別にいい人を装って高い声しているとかではないんですそう歌聞いてたい、嬉しい、ありがとう。今回のラジオも楽しいと思う。私はすごくねラジオ収録楽しかったです。ぜひぜひ今週末、今週末だってもうすごい楽しいこと尽くしじゃないね。私は楽しみなこといっぱい、4日5日、なんかねえ、楽しみだよ。あ、7日カレンダースライドしなかった。そうなんかさ、私さゴールデンウィークさ入ったのもさいつの間にかゴールデンウィーク入ってるっていう感じになってて、いつかもお話し会がありますからね。そう、自分連絡無視しちゃって大丈夫なの？無視しちゃダメよ。でもニア上に支えあげてください。うんやめるかダメダメすぎる、ダメだよ、いやめっちゃダメすぎるよね。台湾も楽しみ、あーだね、楽しみだよお話し会もあの対面でさ、お話対面のお話し会のためにいろんなお洋服を買っていたんですよ。どれにしようかってめっちゃ悩んで悩んで、でね、結局当日着なかった子たちのね控えておりますので、今回の話し会も楽しみです。そう、オンラインできますよね。対面もう一回やっていたいね、本当に楽しかった。明日の配信は20時頃かな、できたらいいなって思います。普通の夜、普通の夜でいきます明日はそう、私さ皆さんがまださコメントしてくださってるのに、私の昨日行くままにさ話し変えちゃってごめんねゆうさんこの15分ぐらいで4つぐらい話変えた気がする。ねえ、対面楽しかった。あら、だるまありがとう。じゃあ45分過ぎたし誕生日しよっか。そう、もうこんな時間なのよ。早いよね。早いよ、本当に。
ちゃいます。13位の方から。13位、とと丸くんありがとうございます。12位、メテオライブさんありがとうございます。11位、ゆうさんありがとうございます。え、今10位って言った？でも指合ってるし順番待ってるよね。10位、久保まさゆきさんありがとうございます。9位、はまじさんありがとうございます。8位、ダイヤマンさんありがとうございます。7位、しのちさんありがとうございます。6位、うちさんありがとうございます。5位、つよぴょんさんありがとうございます。4位、あずまさんありがとうございます。3位、ためぞうさんありがとうございます。2位、せいちゃんさんありがとうございます。そして1位、おまめちゃんありがとうございます。たわも本当に本当にたくさんありがとうございました。たくさんのギフトもゴールデンでした。ありがとうございました。嬉しい。ってことで皆さん今日も見てくださって、あら、パチパチパチもありがとうございます。ありがとうございました。ね、明日は20時から予定ですので、ぜひ晩ご飯終わりなのかな、晩ご飯頃なのかな、ぜひね見に来てくださると嬉しいです。木のピースしたもんな、口のピースで。おやすみなさい。イエーイ。あ、いいこと思いついた。本当にくだらないことしていい？明日のスクショにつなげよう。はーい、チーズ。イエーイ。一応なんかもしもの時よりこっち来よった。あ、こうしたらいいのか。え、ずっと繋がるくない？待って待って、こいしょこいしょ。この間お友達とさ、こういうハートをしてさ、イエーイ、繋がるかな。こうやってずっとずっとずっとこうやってやっちゃおう。頭いい？褒められちゃってる。やったー、ありがとう。嬉しい。はあ、嬉しい。だるまさんありがとうございます。嬉しい。どうなるかな、高さが向かってなかったらあれだよね。あ、せっかく、まあ、いっか。そう、この間ね、お友達とさ写真撮った時にこうやって撮ったので、めっちゃ可愛くって、え、可愛い、何このハートのつながりみたいな感じで、すごいなんか お気に入りだったの。それが今パッて思い出した。まだやってみた。3人で撮ってね、お友達いて、私こう右端にいたので、お友達真ん中の友達がこうするじゃん、で左側のお友達はこうやってやってたので、私さ、みんなこうするかと思って、私一人だけ片割れハート作って、恥ずかしかった。2枚目はちゃんとこれにしたんだけど、一番初めなんかうまく仕組み分かってなくて、片割れハート作っちゃってた。難しいね。本当にびっくりしちゃった、自分でも写真見返した時に。片割れ作っちゃった。ね、でも別にさ、お友達も何も言わなかったからさ、こういうもんかと思ってた。そうそうそう、皆さん用です、当たり前じゃないですか。2枚目戻したとか言ったけど、当たり前じゃないですか、皆さん忘れるわけがない。2枚目こうしたけど、当たり前、任して。
あえてね、任せてください。いや2枚目も一応越したけど当たり前じゃないですか。バレなきゃセーフ。皆さんから圧が来ることはないので、私圧かけることあるけど、皆さんから当たり前って当たり前してるから。確かにそうだね。当たり前じゃないですか。うまいこと言いますね。ああもう楽しい、楽しくて2時間いっぱいいっぱいしちゃったよ。私なんかアドレナリンなのかこれは、寝れなさそうだぜ。目覚めちゃったよ。どうしよう。ねえ、そうそうそう、眠いの超えたね。延長できないんだよ。あと7分だよ。0時の壁を越えられるときは年明けだけですからね。でもね、昨日はねすっごい寝る準備をするときにアラームをかけたんです。12時半に寝たいと思って、11時40分ぐらいに配信終わったじゃないですか。12時半には寝たいと思ってアラームをかけたんですよ。たら意外といけた。動けばね早いんですよ、寝る準備も。動けばいいんだけどさ、だらだらしちゃうんだよね、なかなかね。爪痕残して、残して残しちゃう。そんな皆さん自分で自分にプレッシャーかけなくていいんだよ。でも爪痕残して、面白いことしてて放棄してるやん。いい踏んでる。私が爪痕残すの？そう待ってきたか。爪痕なんて残せねえ。簡単？壁に？やだよ、怒られちゃうよ。そこ？ああそれはね、心にも爪痕が残ってしまう。ぶりこ坊主をすると、今もう何の歌ってぐらいに音程外しすぎてびっくりしちゃった。ここね、これハート書いてるの可愛いよね、ライオンの振り。これからもたくさん残しましょう。何の歌でした？今ねジュリーのところを歌ったんですよ。そこから歌うっていうところから歌うから変なことになっちゃった。確かに振り子ピープ。じゃああと4分でなんかの曲の振り子ピープ。わあありがとうすずらん、嬉しい、ありがとう。何の曲がいい？でやっぱ最新曲しますかね。ちゃっちゃちゃ、今以上これ以上、あこっち右手ね、以上背中届かないで、まだで好きなポーズだが、好きなポーズ、まだ近くで、おおおおお、僕のこれね、親指出てますよ、僕の全力受け止めてよ、僕の全力、内巻き糸巻き巻きみたいな感じで、の全力受け止めてよ、もうちょっとあと少し。これがね、指先結構こだわりがありまして、刺して手の向きはこう返すんですよ。今度こっち向きになるの、刺して
こっち向きになるの。ちょっとね難易度高め。でもそんな感じ。僕の全力受け止めてよ無情と、あと少し、あとの子供を共鳴して。私はねハートのね、ハートのねここの部分してんだけど、みんなこっちだったりこっちだったりでピルピルピロってしてますよ。ピルピルピロって、私もここでピルピルピロってしてます。あとの子供を共鳴して鳴らすリズムにブレーキはない、ぐちゃっちゃっちゃって、右上右下右上、私はね多分左上から始まる子もいると思う。ぜひ推しの振りで転んでも進めて、あと2分しかない。隣で叫ぶ声はこう耳を塞ぐ感じのねポーズを自由になってます。今日も君の夢を見たんだ、別名ですね。はっちゃん、はじめまして、ありがとうございます。今日は配信終わっちゃうんですけれども、明日20時から配信するので、またぜひ見に来てくださると嬉しいです。お、59分になった。ということで皆さん、今日も見てくださってありがとうございました。おお、しげちさん、アイラブユー、ありがとう。おやすみ、しげちさん、ありがとう。ということで皆さん、あ、君夢だし、ユーを書いたらいいんだよ。ユー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 を、ユーの字を書いたらねしやすいと思います。ではでは、バイバーイ、おやすみ。またまたお伝えするね。ありがとう、バイバーイ、おやすみ、ゆっくり寝てくださいね。ありがとう、いい夢見てね。バイバーイ。